FMA シャーシ、FMA、FMA、愛媛、ね、愛媛シャーシになりましたけども、なんかちょっと遅いなと思ったら、早速ね、モーターが焼けるという、煙が出ていましたね。怖い怖い。さあ、早速変えて、ハイパーダッシュで FMA を走らせてみたところ、何かちょっとこう、期待が持てるね、これ。期待しか持てない。スピード出てなかった、今。スピード出てたでしょ。で、電池カバー外しまして、なんかね、この S1 のカバーが付けられるとこがあるという。なんでこれマーシの兵隊電池カバーをつけて、変態じゃないですよ。変態電池カバーを愛媛につけて、ゴーゴーゴー。さあ、いけ、ほら、いい感じ。ちょっと、未来があるんじゃないこれ。未来が。ズルしてない？乾燥はしてないけど、いいね、これ。なかなかちょっとね、柔らかめになったりもするという、カバーを変えたことで、ほら、なんか、どうなの？わかんない。さあ、MS と一緒に走らせるという、これね。これ、しごく難しい。2台走らせる。ちょっとなんか速くない？速くない？ FMA。今、ガンガンブレーキかけてるっていうのはあるんですけど、コンサートしたけど、コンサート、ちょっと安定性がね、安定してるのは MS、ちょっと混乱しちゃって、ダッサ四駆郎状態。さあ、はい、こっちの方が速かったですね、スピードは。やりますね、これ。奥の方で、ね、子供がね、見てるから、ちょっと、ぼやるっていうね、やりますけど。これ、でもレーンチェンジがね、なかなかちょっと入らなかった。純正のところにローラーついてるんですけども、なかなかちょっとどうしても。でもね、なんか、速そうな気がしてるんですね。